どうも皆さん、マーシーです。ということで、星3以上確定チケット156枚貯まりましたよ。もう2年ぐらい集めてたと思うんですけれどもね、今回はこのチケットを使って星3以上150連ガチャ回していこうと思います。今回はね、もう6周年のアップデ後から星5メンバーもこのガチャで出るようになりましたから、当然狙うはね、持ってない星5メンバーを狙って引いていこうと思います。それでは早速この夢のガチャ回していきましょう。前回ね、このガチャ100連引いたんですよ。その時多分ね、演出ばっかりやってあんまりカットができなかったんですよね。もしかするとね、今回も150連あんまりこうカットされてない状態でお届けするかもしれないんですけれども、まあ、こういうロードとか、まあ、あのずっと星3しか出なかったところとかカットしてもいいんですけれども、まあ、ほぼノーカットでね、お試しいただくかもしれないんですけれども、さあ初手は OK 二次、こっから普通に昇格して星5ありますからね、全然ね。さあどうだ、カノン先輩ね。そうだ、あ、これあのちょうどね、あの進級したばっかりの時のね、こうアリサとあのリンコちゃんの生徒会イベの時のやつですね。ほんの少しのお手伝い。お、イブちゃんやん。あ、これはね、あのもう神曲天下統一 A2Z が実装された私の武士道ね、若宮イブの私の武士道ですよ。さあいい感じにね、星音が出てきてくれたね。はいはい、これはもう落ちない丸山やね。あのサーヤがこう趣味を見つけるっていうイベントがあるんですけど、あの時のあやちゃんっていうね、これ初期のともえちゃんね、素直じゃないやつっていうね、そうそう、宇田川智恵ちゃんね、姉子ってやつね。あー、これはね、2年ぐらい前のちょうど今頃のね、生徒会部ですね、リンコちゃんと智恵ちゃんのあのイベントの時の、はいはいはい、これはギス取り、うん、これはねギス取りです。はい、見てていたたまれないやつ。あー、なるほどね、これはね6番目のアフターグローのイベントのね、階段の、学校の階段の青葉もかちゃんね。おお、うわあ、一番好き、自分アイディアのまやちゃん、理想と現実ね。あ、一番好き、これ、この時のストーリーが一番好きだから。いや、素晴らしいね。マジで、うわ、これはね、あれだ、あのリトルなんちゃらステップのね、ペンギンのペンちゃんのカノン先輩だ。うわ、めっちゃ当たるやん。星音3に当たった。自分にそう言ってくれたのもやっぱりひなさんでしたね。これはね、これは逆にあの羽岡の生徒会イベントのね、まやちゃんね。うわ、そうか、スターシールもらえるんか、熱っ。さあどうだ、まあまあまあ、こっから普通に昇格もね、全然ありますからね。ほらね、そうなんすよ、これはね、去年のスポットライトアサーションの羽沢つぐみね、直近のね、星音ですよね、割とね。星5の都合欲しいね、まだ当ててないからね。あら、ひまりちゃん見つけた。いいけど、なんかこのセリフだけだったらあれだな、つぐ、ね、がなんかつまみ食いするためになんか食い地の張った羽沢つぐみたいなね、ひまりのその持っているパフェを食べるためにみたいな、クレープか、クレープ食べるためになんか見つけたみたいになってますけど、そういうわけじゃないからね。さあでもまだね、全然ショック、あ、これはねギス取りです。そろそろちょっと赤見たいね、赤色をね。あー、まだ黄色ですか。黄色はね、もう星5メンバー多分出てこないですね。あったとしても昇格して星4メンバーが多分出てきてくれるぐらいだと思うので。あー、初期のカノン先輩だね。ね、まさか数年後この2人が一緒に住むことになると。あー、はぐみちゃん、ウィンタースポーツのね、教えてあげる北沢はぐみちゃんね。スコア 110% アップね。しばらくあのずっとこう理論地にいたはぐみちゃんですね。2章のね、つくしちゃんですよ。おー、はぐみちゃんだ、またはぐみガチャだね。笑顔パトロール隊の時のね、北沢はぐみちゃんで 110% アップだったかな。しばらく理論地なんかずっとこう編成に入ってたイメージがありますけどね。そう、今はね、あの迷子も出るんですよ。カナメラアナちゃん、スマビク猫だったかなね、カナメラアナちゃんも今まだ迷子も出ますからね。いや結構、まあそうは言っても昇格してくれたね。あー、まだ赤は出ないか。まあ、このね、星3以上確定って星4はね 10% とめちゃめちゃ高確率で出てくるんですけど、星5はね通常通り 2% なんですよね。うん、そうだから、まあ通常ガチャと同じ確率なんで、まあ出ない時は多分出ないだろうとは思ってるんですけど、いやー最低でもやっぱり2人は欲しい。あー、マスターキューブ100個か。最低保証でマスターキューブ100個ってまあまあえぐいよね。さあどうかな、まあ次かな、次の10連多分当たる。おー、心やん。これはね、初めてハロハットに行った時の心で、ワクワク大発見だったかな、大冒険、あー大発見になってるね、鶴巻心で。これはね、もうさっきも当たったけどね、迷子実装と同時に実装されたカナメラアナちゃんのつまびく猫ですよね、これはね。
あこのさよさんは、教えてひなちゃん先生のさよさんだったと思います。多分ねこっから先のねやつも多分全部ね多分当てれる気がする。そうです。これはねつぼみ開く時のイブちゃん、あそう気持ちを込めた花束、あこれさっき当たったね、まやちゃんのイベントの自分アイデアの時のひなちゃん結果オーライってやつね。はいはい。あーこれは、ね、イベント名忘れたけどね、メンバー名わかる、名作しか双葉つくし、くらたまがこうなんかスランプになった時の、あーこれもさっき当たったね。これは初期の宇田川智恵ちゃんね、素直じゃないやつってやつね。はいはい。あーこれなんだっけな、多分ね三章のりんこちゃんハッピータイプ、あー多分そうだと思う。これ多分合ってると思います。これもさっき当たったわ。このアリサは、昨年の12月の生徒会部で登場した、アリサですね。でこれは2章の宇田川智恵ちゃん、やっぱり夕焼けだよな。確かそう、これは2章の宇田川智恵ちゃんですね。はい、多分だけど全部当たってるはず。いやーお願い、昇格してほしい、来てほしい。ここはあーココロンもね、まあ、でココロンはね一応コラボ以外の星5は当たってるんだけど、星4で持ってないのがあるからね、あれでもいいね。緊急事態です。宇田川智恵ちゃんはね確か星5はもう全部持ってるから、まあ智恵ちゃんまだいいかな、星4も多分全部持ってるはずで、つくしのね星5はもう大丈夫、もうあるからいい、もう当てすぎたからいい。それ以外、あーカノン先輩か、これねすごい思い出深い星4で、俺がねガルパで一番最初に当てた星4がこれなんですよ。しかもこの10連で2枚当てるっていうね、なら別々で来てくれよっていうね、まあ、そういう出会い方をしました。星4は出るんだけどな、星4は、いやそろそろ昇格あるでしょう。こんだけ虹出たらね1回ぐらいあるでしょう。佐藤先輩、あーお泊まり会のね佐藤先輩ですね。これはねクールタイプのね、久しぶりに当たった気がするわ、お泊まり会。これでもね初手で星4出たってことはまだあるよね、ねもかちゃん、まだ次のね、まだ次のあと残り8連のうちにどっかで、おーゆきなさんね、秋しぐれに傘のねバナーはさよさんなんだけど、星4はゆきなさんっていうね、もうさすがに昇格するでしょう。これだけ虹が出たらね、さすがにね俺はもう1回ぐらいは昇格して星5メンバー出てきてくれると思うんですよ。そろそろね、まあ、期待値的にはもうそろそろ出てきてもおかしくない、ね、マリアマヤもいいですね。マリアマヤの星5ね、直近のやつ持ってないから。あれ大きなものって何ですか、星5じゃないですかそれね、赤くなってますもしかして。あー大きいってリンコちゃんのだったのか、あーなるほどな、そっちの大きいね。ちょうどこれノーブルローズ2章のリンコちゃんね。いやーまあ昇格がなかなかしないですね、やっぱり。まあなかなかやっぱり星5は、おーかすみちゃん、あーこれあのね幼少期のねロリのかすみちゃんね、七夕イベントなんですよ。でこれのスタンプが出てるんですけど、バビューンってスタンプどこで使う。もう何度でも言いますよ、星5くださいお願いします。はい分かってました。そうかもしれませんね。これはね豪華客船に乗るヤシオルイちゃんね、スコア特大なんですよ。そうだからまだ今でもね結構強いんですけど、星5が欲しいんですよ俺は。安心できるよ、強い星4もいいけど別にスキルレベル上がるから星5なのよ星5。それじゃあおっちゃんのモノマネをするついでに星5を出してほしいね。ね、ファンとの会合の前に俺は星5と会合したい。そして俺もテンションを上げたいです、星5に出会って。相談料はパン、そんなもんでいいんすか、それで星5出してくれるんすか。なんで私タコなの。これ相談した結果がタコだったの、ランちゃん何を相談したの。あーまあそうか、これは初期のレイヤさんね。はい、いいガチャなんだよ、星4も2人当たっていいガチャなんだけどな、欲張るともう少し欲しいよな。さあもう残り50連だからね、50連1回ぐらいだから、今100連引いたってことでしょ、100連引いてまだ星5ゼロ人だからね。おい大丈夫かこれ、マジかよ、あと40連だよ、当たる。いや1人ぐらいは当たるでしょ、1人ぐらいは赤が、本当に。ちょ
ちょっと勘弁してくださいよ。君のような強引なお仕事は、ね、ちょっと強引に星子連れてきてくれてもいいんですよ。もう次の企画より今の10連、今の10連で当てさせてほしい。おー昇格した。さっきも当たりましたけどね、ウィンタースポーツのね、教えてあげる北沢はぐみちゃんね。あーちゃんと昇格。すげえ。これあれなんですよね、目を閉じてセリフを聞いたら北川マリン、カデンツァの霧ヶ谷トーコね。はいはいはい、いやすごいね、黄色からちゃんと昇格して星野メンバーが2人当たるってすごい、なかなかの確率ですよ。エマージェンシーだ、それこそこんだけ出るのはね。そんなイベントができるようになったんだね。別にまあでもたまにあるか、しかも 10% だしな、そんなにエマージェンシーではないか。すげえ。めちゃめちゃ昇格するやんか。あのカルタのね、さよさんね、ピュアタイプのね、すげー昇格するやん。3人来たよ星音。明日よりだから今日なのよ、モカちゃん。なんか次、今井さんと氷川さんを足元に誘導して、そんなに昇格するんだよ。おい虹で昇格してくれや。絶対にロゼリアを見失ったりしません。ちゃんとアコちゃん誘導してきてくれてる。ちょうどそこ繋がらなくていいんだよ。すげー当たった。ドリフェスでもこんなに星音当たること今でもそうそうないよ。夢あるなこの10連。夢ないと思ってたけどあったわ夢。さあどうでしょうか。はいはい、ここでさっきの昇格見せたらもうやばいよ。もう今回すごいことに、もう負けてられるか。こっちのセリフよそれは。負けてらんねえよ、もうあと20連ぐらいしかないから。私あーすぐの欲しいな、すぐね。毎回さ星5が実装されるたびに、まあ、引いてるんですよ50連。でもそのたびにもう片方の星5が当たるっていうね。ちょっと今ねつぐと縁がないから、もうつぐとか来たら完璧なんですけどね。いやーこれもう当たるか、あと20連で 2% 引き当てれるか。でも俺はねこの 2% の前にもう130連引いてるわけよ。乱数調整的にはもうそろそろ 2% を引いてもおかしくない頃なのよ。そろそろじゃないかねえ、もういいと思うんだよ。そろそろ当たってもほら言ってるさよさんも。俺1年どころじゃないからな、今回2年ぐらい貯めてるから、この2年の努力が形になる時は来た。言ってる、岩井のパフェ一緒に食べましょう。言ってる、新しいことを学ぶ、新しいこと、これ新規メンバーってこと。言ってる、若宮イブも腹痛負けるなってことね。これは言ってない、これはさすがにカノン先輩言ってないな、これはちょっと言ってないわ。言ってた、メンバー名お手伝いしたくて手伝おうとしてた。これも確かに言ってないように見えるけど刻まれていってますから。刻まれている時間、このこれまでの130連の時間が刻まれていっている。でこのレイヤーさんのメンバー名確かに美味しい時間なんですよ。星5メンバーを当てて美味しい時間になろうよっていうこと。でこのカナメラーナちゃんは何も関係ない、ただの猫。もう出る流れだったじゃん今の。一番の応援者ってそういうこと？一番最初にさよさんが出たからってこと？それが証拠ってこと？ねえ、結果往来じゃなくね？かぶったよ。結果爆死というわけではないけど、結果は微妙だったよ。ねえ、あリミちゃん、はっ、え、ちょっと待って、これ待ってないよ多分。今年のだもんね、持ってないと思う。はあ、結果往来だった。さあラスト10連、ここで泣いても笑っても最後、ここで星5メンバーを当てます。さあお疲れした。私いやーすぐの星5当てたかったな。大好きです。まあでも最後の10連ぐらいね、星4にね1回ぐらいステップアップしてほしかったね。